はい、どうも皆様こんにちは、サスリコです。前回に引き続きポケモンやっていきます。あのね、私は一人暮らしだからでも飼ってるわけ。半切れ。一人暮らしだからないんやって。ダネダネや。葉っぱカッターおよび鶴の鞭を釣られる、触れるとだいぶきつい。何、うがい骨コンボを当てないと。なんだこれ、まずい。急所に当たりやすいぞ、あの葉っぱカッターは。おう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 、なんてこと。しかも急所に当たらんでこのダメージかよ。葉っぱカッターに対抗できるのはこんな感じか。もう、いやもうマジでお前ら混乱しても普通に技使ってくるのおかしいと思うけどな。俺はもう早すぎるやろ、混乱かけた意味ないよ。どういう冒険してんのマジで。がずっと気になってたのかって悩んでて、コンパンのことさ。毒タイプに毒の粉は効かへんやろ。だって勝負にならん、体当たりするしかない。あーめんどくせえよこれは。遅延行為や。このダメージで毎ターン吸われるのはきつすぎるわ。エキノボックス。中間のグラメージ、怪しい被害。スタートは怪しい。オッケー、キノコいいね。もう混乱、怪しい光にもうちょっとなんか状態異常じゃなくてさ、ステータスダウンプラスしてくれやんと、もう、付加価値が見出せへん。こんだけ状態ポコ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 直されたら、早すぎるやろ。こっちいつ解けるかわからへんぐらいにやられること多いのに、向こう優遇されすぎやろ。まずい、また戻ったら終わってしまうこのパート。ちょちょちょ、引っかかんねん。早すぎて操作が効かんのや。よし、ここから。レポートしてどうする。はい、ここまでのご視聴ありがとうございました。今回の動画はいかがでしたでしょうか。面白かったですかね。もし面白かったならば、チャンネル登録よろしくお願いします。ではまた別の機会でお会いしましょう。それでは。